メラメラ燃える。みんなこんにちは、科学のお姉さんこと五十嵐美希です。さあ皆さん、ろうそくっていつ使いますか？例えば誕生日ケーキの上に刺してこととかね、やったことありますかね。はい、さあ今こちらにろうそくがあります。火がついてこんなに燃えてるんですけれども、ちょっとずつしかろうは減っていきませんよね。今回はそんなろうそくの不思議がテーマです。一緒に実験していきましょう。それではレッツサイエンス。早速クイズです。ろうそくは何が燃えているでしょうか？1番芯、2番ろう、3番周りの酸素、4番私の心。それではろうそくに火をつけてろうそくを観察してみます。固体のろうが溶けて液体になっていますね。芯をよく見てみます。先の方でろうがブクブクと沸騰しているのがわかりますか？液体になったろうは沸騰して気体になります。気体になって小さな粒になったろうは空気と触れやすくなるため燃えやすくなります。燃えていたのは気体になったろうでした。ということで2番が正解です。でも実験している私の心も燃えています。それではこれを証明するためにこんな実験もやってみましょう。この燃えているろうそくの芯のところをピンセットでつまみます。にゅっ、待って、めっちゃ煙なんと芯をつまんだだけで火が消えました。これは芯をつまむことで液体になったろうが芯を伝って上に登ることができなくなったからです。芯を登れないので気体にもなれない。気体のろうがなくなった、つまり燃えるものがなくなったので火は消えたんです。先ほど物が燃えるには燃えるものが必要だと言いましたが、燃えるのに必要なものがあと2つあります。では実験をしてみましょう。まずはろうそくまずはろうそくに瓶をかぶせてみます。ではいきます。さあ火はどうなりますかね。おお、火は消えてしまいました。皆さんもわかりましたよね。必要なものは酸素です。こちらは違う動画で詳しくやっていますので、そちらの動画もぜひご覧ください。実は特定の物質が酸素と結びつくとき光や熱を出す性質があります。これが燃えるということなんです。なので結びつく酸素が足りなくなると火は消えてしまいます。今度はろうそくの火にじゃん、網を近づけてみます。そうするとどうなるでしょうか。半分から上が消えてしまいましたね。これは網が冷たいので燃えるものの温度を下げてしまったからなんです。燃えるためには高い温度が必要で、物が燃える温度のことを発火点と言います。ろうに含まれているパラフィンの発火点は200度以上なのですが、網は常温なのでもちろん200度以下です。発火点よりも温度が低くなったので燃えなくなりました。こんな実験もできます。
ろうを吹き消すと白い煙のようなものが見えます。実はこれ小さな粒になったろうなんです。ここに別の火を近づけてみます。そうすると一度消えたろうそくに火がつきました。小さな粒になって空気と触れやすくなったろうが発火点以上の温度になったので燃えたんですね。それではまとめ。物が燃え続けるための条件は1. 炭素があること、 2. 燃えるもの、ろうなどがあること、 3. 発火点以上の温度があること。この3つです。さて次はろうそくの炎に注目。先ほど網を近づけたら火が半分消えました。こんな感じ。そしたらこの炎、上から見たらどうなっているでしょうか。1番、丸く光って見える。2番、外側が明るく内側が暗い、ドーナツのように光って見える。3番、真ん中が明るく外側が暗く光って見える。4番、メラメラ燃える。燃えてる感じを。4番、メラメラ燃える、シャキーン、ハート型。ではやってみましょう。いきます。そして上から見てみると、おーすごい、なんと真ん中が光っていません。外側は明るいんですけれども、この芯のところの、この中の部分はなんか光ってなくてちょっと空洞みたいに見えます。そして私も白目になります。メラメラ危ない危ない火やりながら白目はダメだよついでにろうそくの両脇を網で挟んでみます。炎の外側は光っていますが内側は光っていません。この光って見えているところをよく見ると2層になっていることがわかりますね。外側の青いところを外炎、内側の明るいところを内炎、そして真ん中の光っていないところを炎心と言います。外炎は炎の中で最も温度が高いところです。では本当にそうなのか。ここに湿らせた竹串を用意しました。これを炎の中に入れて CT スキャンのようにしてみたいと思います。綺麗にできました。温度の高い外側のところだけすごい黒く焦げてますよね。中側のところはあまり焦げてません。ではこれ高さを変えて何本かやってみます。場所を少しずつずらしながらこれを繰り返すと、縦に炎を切った時に見えたのと同じ外炎の形になりましたね。では実験をしてみます。まずは内炎の中にガラス管を入れていきます。おー、黒い煙が出ています。内炎では酸素が十分ではないため、ろうの気体が燃え切らずにすすが出ます。すすは炎にガラス棒を入れることでも確認できます。外炎の時に使った竹串ではなく焦げないガラス棒を入れることで、すすだけを確認することができるんですね。そして炎心にガラス管を入れると、お、来た来た、出てきたよ、白い煙が出ます。試しに火をつけてみましょう。おー、ついたついた、火がついたのが分かりましたか。炎心にガラスを入れるとろうの気体の煙が出ます。これがさっきの白い煙です。
ということで今日のまとめ、物が燃え続けるための3つの条件。1、酸素があること。2、燃えるものがあること。3、発火点以上の温度があること。そしてろうそくはろうが気体になって燃えていました。炎は外側から外炎、内炎、遠心という3つの部分からできていて、外炎は最も温度が高く、内炎はすすが輝いているので最も明るく、遠心はろうの気体がほとんど燃えていないところです。今回の外炎、内炎、遠心の内容は中学校の受験でも出てきたりします。なかなか自分では実験することは少ないと思いますので、今回の動画が少しでも参考になりましたら嬉しいです。そしてろうそくって本当に奥が深くて、例えば、こういった私の愛するファラデーの、ろうそくの科学読んだことある人もいるかもしれません。こちらろうそくに関するいろいろな実験をいろいろな見せ方でやってますので、興味ある人はぜひ読んでみてください。おすすめです。ということで、この実験がためになったよ、面白かったよ、ちょっと勉強になったよという人はグッドボタンとチャンネル登録をお願いします。それではまたお会いしましょう。バイバーイ。メラ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 